おはようございます。社会保険労務士の大五郎です。本日も日本経済新聞朝刊より気になる記事を取り上げていきます。銀行、新興勢同士も協業、オリックス銀行、ソニー銀行が提携。オリックス銀行とソニー銀行が金融商品の販売で提携をする。信託銀行の免許を持つオリックス銀行と住宅ローンに強みを持つソニー銀行が商品を融通し合い、個人の資産形成に幅広く対応する。店舗を持たず異業種から参入した銀行は独自性の強い商品やサービスで顧客ニーズを開拓しており、手を組むのは異例。低金利による運用難を背景にした合商連行が新興銀にも広がったという記事です。解説を行います。17日より協業のまず第1弾として、オリックス銀行がソニー銀行の住宅ローンの取り扱いを開始します。オリックス銀行は実質的に住宅ローンから撤退をしていました。秋には逆にオリックス銀行が信託商品をソニー銀行に提供します。法定相続人以外に相続をする際に遺言書なしに相続先を指定できる遺言代用信託の取り扱いを開始する予定です。加えてオリックス銀行からは他の信託商品、そしてソニー銀行からは外貨預金など両行で扱う商品の拡充っていうのも検討を行っているようです。オリックス銀行は1993年に設立をされた山一信託銀行が母体の山一証券が経営破綻を受けて、オリックスが1998年に買い取りを行ったという銀行です。逆にソニー銀行は2001年の設立で、両行ともこの伝統的なこれまでの銀行とは違い、店舗を持たない新しい形の銀行としてこれまで発展をしてきました。融資業務ではオリックス銀行が投資用不動産ローン、そしてソニー銀行が住宅ローンに特化をしており、それぞれの、2020年3月末の貸出金残高におけるこの占める割合っていうのはオリックス銀行で 83%、そしてソニー銀行では 98% に上ります。オリックス銀行は親会社での取り扱いを含めるともう約40年にわたってこの不動産ローンっていうのを提供してきており、高所得者を対象に物件や業者の目利き力っていうのを養ってきました。ソニー銀行も2002年に業界でいち早くネット経由での住宅ローンを始めて、現在でも人工知能 AI を活用した迅速な審査を売りにしています。いずれもですね、独自性の強いこの商品っていうのを得意分野に位置づけまして、ブランド力を高めてきただけに、この他行の商品を扱うっていうのは、大きなこの戦略転換になっていくかと思います。長引く低金利環境が収益性が比較的高かった新しい形態の銀行にも影響を及ぼしていると言えると思います。銀行っていうのは預金と貸出金の利回りの差で稼ぎづらくなる中、顧客のライフイベントに合わせた提案に活力を見出しています。オリックス銀行は実需のこの住宅購入、ソニー銀行は相続のニーズっていうのに新たに対応できるようになり、例えばオリックス銀行はこの投資用の不動産住宅ローンを申し込んでくれたお客様に対して住宅ローンの他の借り換えを合わせて進めることができたり、そして提携する不動産業者の住宅購入希望者に営業したりもします。ソニー銀行も高齢化する住宅ローンのお客様にこの信託商品で新たな提案が
できるようになっていくかと思います。販売仲介によるこの手数料収入で、まあ、両行とも、収益の幅っていうのが広がり、まあ、対面販売のオリックス銀行、ネット販売のソニー銀行というそれぞれの新しい戦略を得ていくメリットっていうのもあります。これまで新興勢力の銀行っていうのは地方銀行と連携することが非常に多くて、この地銀に足りない商品を提供するっていう新しい形となっていきます。2019年の親会社の提携により、住信 SBI ネット銀行がジャパンネット銀行に住宅ローンの提供を始めるという計画もありますが、これはですね、やっぱり両行とも、出資がソフトバンクであるというこの親戚筋に当たりますので、まあ、完全に独立路線を行っていた新形態の銀行同士の提携っていうのは非常に珍しいと思います。地銀同士の再編や合併ではこの店舗やシステムなどの経費のこの負担を軽くするっていうのが目的で、それが先行しやすいケースがほとんどなんですけれども、今回の両行の提携っていうのはあくまで収益の拡大っていうのが主眼となってきます。身軽な無店舗の銀行同士だからこそ実現ができましたが、逆に独自性が失われていくというリスクもあるかと思います。互いの利益を考えながらこの自分の銀行の強みを維持していくという難しい舵取りを迫られるとも考えられます。非常に、結果が楽しみになってくるかと思います。今日も非常に暑くなってきます。最高の一日にしましょう。